実は実はボケてんすか。そうね、いやめっちゃおもろかったですけど今福島ユナイテッド SC から加入しました背番号9番竹相手です。FC 町田ゼルビアから加入しました背番号32番戸高博樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、キャンプ始まりましたけどどうですか。練習は厳しい。厳しいですね、うん、確かにちょっとフィジカル量が思った以上にありますね。そうだね。俺もなんか楽って聞いてたけど、楽、あ、そうっすね。そうだね。まあ、言いづらいな。既存の選手に聞くんですけど、平年に比べてフィジカル量が増えて、あ、そうなんだ。はい。それきついわ。去年思って徐々にこうなんか上げている感じだったらしいんですけど、今年はすごいっていう話を聞きますけどね。雪もあってね。はい。どうでした去年とか。そう。って聞いたけどね。そう。あんま動けなかったんでしょ。そう。まあそう。あ、それは聞いてます。そうなんだ。そうらしい。そうなんですね。ドームでやってたんです。はい。と、うん、いうことで、フィジカルがきついっていう、はい、第一印象ですね。で、じゃあ普段のこのホテルの中とか。うん、そういう中はどうですか、うん、いやもう部屋にこもってる。部屋で何してるんですか。でノブ、あのシーナノブと、うん、あ、行くんだよ、うん、と会話してる。そう会話してるね。イナも来るね。あ、イナかよ。まあイナくんはちょっとカマちゃん。カマちゃん、はい、カマちゃん、はい、どこにでも顔出してる。そうっすね。あ、そうなの。せーの、一問一答。はい、ここにいろんなお題が書いてあるんですけど、これを引いてって答えるっていうやつですね。はい、じゃあひろきくんから。あ、俺から。え、俺か。いいよ。いいっすか。いいよ。はい、はい、俺が見る。見ていいの。いいっすよ。じゃリスティガス。ここです。はい。夏にしたいデート。そうね。ひろきくんロマンチックだな。そうだね。夏にしたいデートか。なんだろうな。いっぱいプランがありすぎて。そうね。出てこないですか。ちょっと見当たらないかも。見当たらない。これ今日これ見当たらない。これ思い浮かばない。思い浮かばないですか、うん、じゃあ夏にじゃなくて、夏にもう普通にこういうデートしてみたいなみたいなとかありますか。あ、まあ、てかまあ夏でいいか、はあ、海が好きだから。お、海行きたい。いいですね。昼ますか、それとも夜ですか。夕方や。夕方やっぱサンセットを見ながら。サンセット見ながらね、コーヒーとか飲んで。え、コーヒー飲まない。あ、コーヒー飲まない。浜辺歩いてた。そうですね。そう、一緒に夕日が沈むんです。ああ、でいいっすね。ロマンチストっすね。じゃあ、はい、はい、混ぜてください。えぇ、出てるじゃないですか。いや、行くよ。あ、俺ね。あ、そか。はい、一番上でいいの。いやだ。じゃあこの辺にします。はい、はい、おお、なんでよ。おお、すごいな。冬にしたいデート、デート尽くしっすね。そんな冬にしたいデート、やっぱ冬って言ったらイルミネーションじゃないですかね。やっぱりイルミネーションを見ながら、こうデートっていうのはいいんじゃないですかね。イルミネーションね。イルミネーション。どうですか。いや、ロマンチックだね。ロマンチックでいいと思うよ。いいっすよ、うん。
じゃあもう一個行きます、ね、そうね、俺が行くのそれ。いや、行ってんじゃないですか。いや、ここだな。おお、おお、見せてください。リラックス方法。リラックス、何してリラックスしてるんですか普段。なんだろう。あんま緊張しないけどな、本当から。まあ、緊張緊張急に、あ、緊張緊張緊張リラックス、うん、バラエティー見たりする。あ、お笑いとか。あ、お笑いも見る。お笑い番組、特にお笑い番組どういうの見たりするんですか。バラエティー最近は。お笑い番組、お笑い番組、お笑い番組っていうか、もうこあの好きなあれ、あ、芸能人さんの、あ、好きな人、芸人のネタとか、そう、を見るの。誰が好きなんですか。中川。サンドイッチマン。あ、サンドイッチマンね。最近はあれが好き。ぺこぱ。ぺこぺこぱ知らない。ぺこぱ知らない。ぺこぱもうね、今来てる。ぺこぱ。そう。うーん。やらないけどね。やらないか。お笑いね。まあでもそれはわかりますよ。俺もちょっと、はい、はい。俺も見たりしますよ。はい、じゃあ次ね。うん、はい。はい。これ違うのでしょ。うん、これやめよう。これやめよう。これはいけないね。うん、いけないね。おお、いいね。これ聞いた。これ、俺映画大好き。おすすめの本か、映画の話。なんすかね。映画じゃあ、映画はよく見るんで、映画なんですけど、でも基本自分アクション系が好きなんで、まあ一番ハマったのはやっぱワイルドスピード。うわ、出ました。ちなみになんですけど、5月29日かなんかにまた新しいのが出るんですよ。まだ続いてるんだ。はい、めっちゃこうワンツー、何個か。そうそう、もう今めっちゃ、そうだよね、もう9ぐらい行き過ぎ。そうなん。まあ結構出てるんですよね。これ見てないから、まあ、それが今待ち遠しくて。感動するんでしょ。感動します。結構俺映画館で2回見たりします。あ、そんなに。まあそんなに見ます。うん、っていうぐらい好きです。うん、はい。あ、好きな映画あります。逆にいっぱいあるね。なんすか。感動系好きなんですか。感動系好き。あ、実はとか泣いちゃいそうっすね、すぐ。俺でしょ。はい、そう、泣く。一番好きなバットマン。あ、実は感動系じゃねえ。実はじゃねえ。感動系でもねえ。実はボケてんすか。そうね。いや、めっちゃおもろかったですけど今。でしょ。なんだ。え、じゃああれ見ました。感動はするよ。でも、まずバットマンの話戻すけど。違う、バットマンの話戻す。感動はするよ。感動しますね。うん、いくらでも泣けるもん。うん、俺、バットマンとなんだっけ、スーパーマン。バットマンバースースーパーマン。あ、俺見てねえわ。見てないですか。全然バットマン好きじゃないじゃないですか。話が合わないわね。どうぞ。はい、どうぞ。これはちょっと、うん、うん、あれだ、あれないね。ありがとう。でしょ。はい、おお、いいんじゃないですか。難しいよ。見せてください、視聴者の方に。分からん。これは難しいよ。深いの。何をしている時が一番幸せ。ないっすか。え、俺はいいっすか。うん、サッカーしてるとき一番幸せ。それはなしだろ。え、マジっす。でもこれは本当にマジっす。サッカーしてるとき一番幸せです。なんか、うん、まあ俺もだけど、ね、一緒っすか。そう、じゃあサッカー以外で見つけましょう。そう、一番じゃないよ。じゃん、一番でしょ、サッカー。結構幸せとはちょっと違うかもしれないですけど、お風呂好きですか。ああ、好きだね。好きだね。お風呂入ってる時結構幸せというか、
リラックス方法に近いかもしれないですけど、あの時結構癒されますね。これ丸もお風呂好きやけどね、うん、めちゃめちゃパクってきますね、うん、富山もあるもんね。ありますね。行ってみたいな。水風呂が冷たい。そう、あ、そうだね。じゃあ、はい、ラスト若干疲れが行こう。じゃあ俺が引くんですよ。あ、そうか。あ、今の俺のだったのかな。書いちゃってはい、じゃあラストいきます。はい、どうぞ。はい、お、どうなの。まあいいんじゃないですか。いけるし、これは、はい、宝くじで3億円ゲット、何をする。うん、何しますかね。まずは親になんかしますね。かっこいいこと言うな。かっこいいじゃなくて、めちゃ俺金かかってるじゃないですか。大学行ったり、ね、高校行ったり。そうね。だからなんかしますね。3億円。3億円だもん、ね。なんすかね。まあ親に何かする。じゃあ親以外は？親以外。自分。あ、自分に？自分に？自分だったら欲しいものを。とりあえず3つ買います。なんで3つ。いや、なんかいっぱい決めるとなんか増えちゃうんだよ。3つ気にがないから、はい、3つだけ買いますって感じですかね。ひろひくんは。俺はなんだろうな、とりあえずもう仕事辞めるよで、サッカーを。そうね、仕事辞めます。はい、はい、それキャンピングカー、わかんない、キャンピングカー買って旅に出るね。おお、いいですね。それは日本。そう、まずは日本。日本、うん、おお、マジそうだね。面白いですね。面白そうじゃない。いいですね。そう、旅好きなんですか。まあ、うん、そう、好き。で、じゃあ旅行とか結構行くんですか。旅行好きだね。マジですね。今まで行った旅行の中で一番楽しかったところ。一番はね、京都。おお、なんで。京都住んでたのもあるし、大学の時、とりあえず美しい街よ、ね。まあ綺麗ですよね。どうだろう。ありますそれ。じゃあ修学旅行とか行きました。ああ、浅い浅い。いや、でもちゃんと行きましたよ。あ、本当。はい。綺麗ですよね。街が本当に綺麗。本当に、うん。ご飯も美味しいし。美味しい。建物とかもね。そう。素晴らしいし。うん、女性も綺麗だし。そう、ね、あの、あれがいいよね、喋り方。そうっすね。ちょっと上等じゃん。はい、わかりますよ。なんとも言えないような感じがする。うん。好き。好き。OK。はい。ありがとう。もう。